今日よろしくお願いします。お願いします。まず右向きです。まあ、前回と別の素材を選んでいただいても全然問題ないです。柔らかいのが良くなってきました最近。あ、ほんまですか。はい、こっちで、はい、こちらでお願いします。よっ、はい、ありがとうございます。今自分の中では違和感とかありますか。ちょっと高いなっていうイメージですかね。わかりました。でその辺りは結構こうなってる感じはします。ありがとうございます。横向きに関しては横はそうですね、まあまあちょうどいいですかね。ちょうどいいぐらいですね。はい、はい、うん、ちょっと見てみます。はい、大丈夫です。こっちですかね。そうそう、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらで靴に履き替えていただいて、はい、はい、はい、お願いします。じゃあ太田さん入ります。足元とかもリラックスムードを出したので、はい、伸ばしたりしても構わない、はい、カメラ目線続けてください。基本カメラ目線で、はい、カメラ目線お願いします。はい、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 こういうのですか。こういう朝の感じが出てるので。実際寝起きなんですで起きたばっかだからもうリアルにこれで、エヴァ、向き合ってますか。あ、合ってますか。あんまり動きませんね。ちょっと他も見えたりするんですね。枕を。あ、そうですね。あ、いいですね。いい表情です。優しく、そう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 。また35、35で続きますよね。でも、いいよ、表情最高。うん。早い。素晴らしい。なので、まあ、いいね。うん。撮ったら可愛い。可愛い。で、遠征に行ってやるにはこいつも持っていかなきゃいけない。ただ重ねるだけ。たら上がらないとだけど。いや、これぐらいならまあまあ多分巻いて持ってったりとかできるんで、将来的に一体になる予定はないんです。あ、そうですね。今はお会いしていただいて。僕は小さい頃からずっと睡眠を大事にしてきました。理想的なパフォーマンスのために僕は西川でこれからも質の高い睡眠を追求していきます。ありがとう。ありがとう。はい、じゃあ以上になりまして、今度グラフィックになります。こちら。はい、お願いします。お願いします。はい、これでスマイルがもう少しいただきたかったんで。この中で回復。これからですか。これからです。はい。最初に測ってもらった枕が仕上がりましたので、はい、うん、ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。これで終わりますので、はい、はい、ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。皆さんこんにちは、大谷翔平です。僕は健康管理やセルフケアのために小さい頃からずっと大事にしてきたことが睡眠です。だからこそ皆さんにも睡眠の重要性を知ってもらったり、睡眠をしっかりとるきっかけを作るためにこれからいろいろなキャンペーンやウェブでのコンテンツを発信していこうと思っています。睡眠の大切さを学んで僕と一緒に大きい夢を見ましょう。